嬉し恥ずかし初体験を終え、私も一発の女になったつもりだった。檜山さんとのデートは断った。気になってる相手なのに。だってある程度年が近くて酸いも甘いも経験した人じゃないと。もう最近はおもちゃ必須。おもちゃがあれば下手な男でも大丈夫だから。世間は私の遥か先を行っていて、そしてこの前の旅行で混浴の露天風呂の岩掛けで3回。バカじゃないの。いや、住谷先輩には言われたくないんですけど。え、運転中の彼に手でしたんでしょ。停車中に口だから。それこそあれですよ。さらに進化し続ける。処女をしたって満足してる場合じゃないの。私は二段飛ばしで大人の階段登らなきゃ。ちゃんとできるようにならないと。つまり独り立ちできるまで練習するってこと。うん、特訓をね。そういうことで今日は一緒にお風呂に入りましょう。は？風呂？またなんかの思いつき。これから起こるかもしれないこと予習しといた方がいいでしょ。別にいいけど。女性陣の会話についていくのって大変そうだし。これじゃ隅々まではっきりくっきり見えてしまう。何してんの。ちょっと待った。もういい。ダメです、私が先に入るから。いいよって言うまで入ってこないで。何？天木さんって突拍子もないことを言い出す割に中学生みたいに恥ずかしがってさ。悪い？なんか今までのイメージと違って面白いわ。私だって上坂君がそんな風に笑うなんて知らなかった。